はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルビジです。今回は This is a Police の69日目、プレイをやっていきたいと思います。で、新聞の方ですが、残虐殺人、新たな犠牲者25歳パメラ・コックス。これはあれですよね、歯医者の犯行が疑われる殺人事件ですよね、一つ。で、もう一つが、市長お気に入りのストリッパー、彼の自宅で死体で発見されたとの噂。市長の自宅で発見されたんだっけ？最後、動物園にキリンが仲間入り予定。まあ、これは微笑ましいニュースですが、今日は市長車、イェイイェイイェイ、マフィアもイェイイェイイェイですね。警察署ははてな。ただより高いものはない。ちょっとわかんないんだよな、このいつものヒントとなるメッセージの意味が。お、今日は定例会見か？おはようございます。ボイド所長、なぜ今回の記者会見を開いたのですか？いや、僕もわからないんですけどね。緊急事態だからにしましょう。FBI が何年も追い続けている連続殺人犯がこの町にいます。狡猾で慎重、そしてとても危険な人物です。我々が入手した情報によれば、すでにこの町で2件の殺人が起こったということです。犯人は歯医者というニックネームで呼ばれる狂人。なぜもっと早く市民に警告しなかったんですが。まあ、ここはノーコメントでいきましょう。捜査中の事件に関するコメントは控えさせてください。歯医者はたった一人の男です。死刑は頭のおかしい人間の一人も捕まえられないんですが。いやー、なかなか辛辣だけど、そんなに簡単じゃないにしましょう。FBI 何年にもわたって全国でこの男を探してきました。もしかするとフリーバーグのような小さな町から見つけることができるかもしれません。犯人の狙いは若い女性なのですか？まあ、そうでしょうね。犯人の正体に関して何か情報はありますか？ないんだよね。おっと、69日目は、あっという間でしたね。まあ、ちょっと一応1日1回分っていうことで進めてますんで、本当に何にも中身がなくて申し訳ないんですが、69日目は以上で終わりにしたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、Twitter の方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいなというふうに思います。